こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。欠陥が絶えなく相次いで自動車火災を起こし工場火災を乱発させている韓国ですが、先日山火事が発生したばっかりなのに今度は高級ホテルで火災を発生させたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。チェジュ地域の最高層ビルで火災が発生し、宿泊客が避難する騒ぎが起きた。チェジュ道消防安全本部によると、当日午後2時57分頃、チェジュ市のヒョンドンドリームタワーグランドハイアットホテル38階、169メートルの屋上から、黒い煙が上がるという通報が寄せられた。消防当局が、現場に到着して確認した結果、3階建ての屋上冷却塔の1箇所で火災が発生した。幸い、火は発生から25分後の午後3時22分に完全に静まった。煙が立ち上ると、一部の宿泊客や客、職員らが建物の外に緊急避難した。火災発生時刻がチェックインが始まったばかりの時間帯で、建物内部に宿泊客が少なく、大きな混乱はなかったという。しかし、都内の最高階ホテルから煙が上がり、消防署の状況室に火災通報の電話が殺到した。ドリームタワー周辺のヌヒョンドン住宅街には黒い煙が降り、住民らは不安におののいた。火災発生後、避難放送はなかったことが現在まで確認されている。一部の宿泊客は、煙やフロントに問い合わせたところ、確認中だと言われたという。売り場に勤務する職員は、火事が起こった状況を外部にいた家族の電話を受けて知ったとし、案内放送はなかったと話した。ドリームタワー側は、火災鎮圧後に配布した報道資料を通じて、火災発生後、すぐに、防犯カメラを通じて煙が出る状況を把握し、直ちに対応しているとし、室外には火災感知器を置くことができず、ベッドの火災警報が鳴らなかったと説明した。それでは、ネットの反応です。はじめからチェジュとは合わなかった。そこで、火事が発生したら対処できる消防署があるのか？山火事が鎮火すると、ホテル火災はなぜ？ムンジェインになってから、どうしてこんなに火事が多いんだろう？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。